はい、4月の14日の水曜日から4月の18日の日曜日までのコスパなんですけれども、今回ちょっと商品多めにしております。おじゃかわいいのを集めて激安にしてみた。マスター番主弁入れてる、ね、ファブリーズが安い、これはなぜ安いのかって話なんですけれども、海賊版じゃないわ、海賊版はやばいでしょ海外販売版ですね。だから英語になってます。パッケージが英語になってるけど、きちんと中身はファブリーズということですね。逆輸入、そうですね、そうですね、うん、P&G ですよね。 P&G のファブリーズトイレ消臭剤、150円プラス税で税込み165円でございます。で次ですね、キャラクターのマスクストッカー、これがプーさんですね。下の方から、ブイブイと上がってくるやつですね。バネのボヨンですね。あとスミッコとミニオンとスヌーピーとマリオン。あ、いいですね。僕マリオがテンション上がりますね。これ普通サイズで60枚ほど入ります。はい、で次ですね、呪術回戦、よし、スタッキングコップ。呪術回戦、私も今ハマっておりますけれども、板取雄二くんでございます。誰かさっぱり分かってない人は本当に分からないでしょうねごめんなさい、僕もちょっと分からないんで、また教えてくださいね、はい。でまあ、圧倒的人気、はい、おそらくこれだけ売れる可能性大、五条悟先生ですね、うんうん、五条先生がね、圧倒的人気でございますからね。で、伏黒めぐみですね、はい、伏黒めぐみでございます。はい、で、釘崎のバラの次にスクナと、両面スクナでございます。もともとこれ800円なんですけれども、うん、はい、580円なので税込み638円ですね。はい、キャラクター前髪クリップ、これね、前髪クリップ初めての仕入れです。デカめ、はい、はい、スヌーピー前髪クリップ、あークリップとこの野郎、ありがとうございます。はい、で次キャラクターのバス型、バス型ね、これもまあ可愛い、バス思ってもバス、うん、バスバスバス、うんうん、キティちゃんのバス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  バス2段、この左下のちょっと分かりにくいんですけれども、ちょっと画像に出てるように2段になってます。880円プラス税なので税込みで748円ですね。かわいい掛け時計、これはもうかわいい雑貨屋さんのやつですね。 Take it easy って書いてますね。まあ楽に行こうぜっていう感じですね。ラブフラワーですね、お花が大好きってことですね、うん、花粉症の人は多分この時計はやらないと思いますけれども、はい、クマさんが一人めっちゃ泣いてますね。左のクマにぶたれたんでしょうか。Live every moment ね、はい、一時、ね、一分を無駄にせず行きましょう、行きましょうですね。ゲットメイキッド、裸になれってことですね。なるほどね、ラフエブリでね、うん、毎日笑っていこうぜってことですよ、うん、服を脱いで笑って生きようぜ。やばいやばい、はい、服脱いで笑ってるやつが一番危ないからこのね、こちらがね、めっちゃ安い、280円プラス税なので税込み308円ですね、うん、もう買い放題ね。で次がね、ペンスタンドセット、ペンスタンドセット、もう上にもともとの状態書いてますね。お値段が495円って書いてますけれども、これ柴犬バージョン、うん、横からもういっぱいぶっ刺せますよってやつですね。でこれがペングインバージョン、はい、でこれがユニコーンバージョン紫、柴犬ね、可愛いんですよこれ、めちゃめちゃケツ見せてるんですよね。これ280円プラス税の税込み308円でございます。ゴジャかわいいの集めましたので、ゴジャ来てください、絶壁来てください。